これまでの努力を全力でぶつける県高校総体。今年も数々の名勝負が生まれました。熱戦が予想されるカヌーの決勝戦、インターハイ出場をかけて頂点を目指します。カヌーの男子カナディアンフォアでは宮崎工業と宮崎大宮がゴール手前で一騎打ちに。レースを制したのは宮崎工業、その差わずか 0.32 秒でした。もう今までやってきたことを信じて、そしてこのフォアの仲間たちを信じて、と最後はもう自分の力を振り絞って最後まで漕ぎ切りました。水泳男子400m メドレーリレー決勝、4人目の最終泳者で怒涛の追い上げを見せたのが宮崎大宮の妻狩り。見事逆転勝利を果たしました。先輩たちがトップとの差が10メートル以内でつないでくれたので、絶対この追い越してやるっていう気持ちで全力で泳ぎました。いつき最高。5人が4射ずつ矢を放つ弓道団体。男子団体では初優勝を狙う宮崎南が前回優勝の延岡学園と対戦しました。緊張感に包まれた会場で14本的中させた宮崎南が1本差の接戦を制し、初のインターハイ出場を決めました。去年は延岡学園と戦って1本差で準優勝という形だったので、今年は勝ててとても嬉しいです。これまでの努力があったからこそ流れる涙があります。フェンシングの男子団体戦では4連覇を狙う宮崎南と本庄が対戦。本庄が4年ぶりの優勝を果たしました。4校総当たりで行われた剣道男子団体の決勝リーグ、日商学園と高千穂の勝敗数が並びましたが、技の本数差で上回ったのは高千穂。最後の最後までやっぱ諦めず、3年生の総体にかけてやっぱ今までやってきたんで、本当に優勝できてよかったなって思います。日商学園惜しくも連覇を逃しました。やっぱりチームでやっぱりみんなで一つの目標に向かって試合をしていくっていうことがやっぱりすごいいい経験にもなったし、これからもやっぱいい思い出になると思います。柔道個人戦73キロ級に出場した延岡学園三村は、今まで一度も勝利したことがない宮崎日大中武との決勝戦に臨みました。試合は延長戦にもつれ込む激闘となります。拮抗した戦いが続く中、中武に指導が入り、僅差で三村が勝利。初のインターハイ出場を決めました。ずっと負けた相手にようやく勝てて、最後の最後のインターハイを拮抗して帰って嬉しかったです。最後まで諦めず勝負に挑んだ高校生アスリート、その懸命な姿が私たちに感動を与えてくれました。